出てきてるっぽくてやばいらしいですよ皆さん。気をつけて。なんか早いんだって、もう2月が結構ピークらしいよ。出てくるらしい。うん、どないねん。ね、やんなっちゃうね。今日も2公演、今日は2公演ですね。13と18で1日長いでしょ。1日長いですよ今日も。イエーイ。どうしようかな。ねえ、みんな2公演久しぶりだからさ、最近なんか1公演に慣れちゃったからさ、2公演みんな大丈夫かな。昨日すごい乾燥してたしね、劇場。そう、眠そうだね。いや、そんなことはないのよ。結構今日は遅く起きたんですよ。あ、めっちゃ遅いよ、珍しいよ遅い。だってさ、今までさ普通にさ6時とかさ7時とかに起きてたけどさ、今日はさめっちゃ遅い。あ、でも今日は3回ぐらい起きましたけど。3回ぐらい起きたけど、結局トータル布団から出た時間は遅いですよ。8時40分とか、その前に起きてますけど、7時ぐらいにも起きましたけど、でもこんなにゆっくり寝れるのに、なんかこんなにゆっくり寝れるのにちょっと起きんのはもったいないなと思って、もう一回寝たろうと思って浅い眠りで寝てました。もうご飯は食べました。チョコレート
ぬりぬりして。自分はそれで深い眠りに入って遅刻したことあるのは気をつけて。あれ目覚ましかけてへんかったん？深すぎて目覚ましすら聞こえんかったんか。それぐらい深い眠りに行っちゃってたってことね。あ、二度寝で深い眠りに行くことってあんまないからな、ゆりな。あ、こないだ、それこそちょっと前やねんけど、そんなにあれやってんか、一回7時ぐらいに起きて、全然なんか一回7時ぐらいに起きるんよ、どうしても自分で。一回7時ぐらいに起きて、でめっちゃ早いと思って、でその時が9時ぐらいまで寝れるかったんよ。でめっちゃ早いわと思って、寝ようと思って、どうせでも8時ぐらいに起きるやろうと思っててんけど、意外に寝ようと思ったのが結構しっかり寝れて、そうで気づいたら8時40分とかやったので、あー何時だろうパッて見たら8時40分、えめっちゃ寝たの自分と思って。まあでも起きるのは全然9時とかでよかったから、全然アラームが鳴る前に起きてるんやけど、いつもだったら浅い眠りだったのに、意外にあスンって落ちてから起きたまでの体感時間がすごい短かった。だからまた30分ぐらいで起きちゃったなと思って、時間見ようと思って見たら意外に1時間ちょっと経ってて、結構二度寝の終わりにしっかり寝れた時もあった。ただシンプルに疲れてただけなんですけど、その時はね。だけどなんかめっちゃびっくりした自分でも。あんまそういうことないのよ、基本ずっと眠りが浅くて夢見てるとか、なんか半分起きてるけど半分寝てるみたいな、そうそうそうっていう二度寝しか基本できんくて、二度寝はね私基本できないんですよ。ただせっかくゆっくり寝れる時間に早く起きてももったいないからっていうのでベッドにいるだけなんですけど、そう、目がなんか めっちゃびっくりした自分で。でもそんな深い眠りの二度寝はあんましたことないけどね。あ、TikTok ミシェルちゃんにあげたからさ、ミシェルちゃんの格好でさ一発撮りでさ楽屋で一人でさ撮ったでさ、みんな見てね。TikTok のフォロワーがあんまり増えないの。TikTok のフォロワー増えない、なかなか増えない、難しい。そう、まあでも別にいいけどね。そうそうなの、なんかキャストの人ってもな、キャストの人と撮りたいなとか思ったけどSNS 的な問題もあるしね、事務所的なね。あとねみんなねずっと出てるんだよな。チェルシーとミシェルぐらいやからな、暇なの。そう、赤ちゃんと取れるかな。ね、赤ちゃんと取れたらいいよね。あんまね撮れる場所がないんだよな、物が映っちゃうの、いろいろと。それがちょっと心配である。
まあでもなんか金髪ショートすごい好評でミーは嬉しいです。なんかそんな好評なんだ。そうなんですよね。てか普通にツイッターにリンク載せるのどうなんだろうね。だってさ、結局さ、ツイッターでリンク載せると見れちゃうからね。そこでそもそもにもう飛ばないもんね、 TikTok までね。それもどうなんかなと思うけど。でもあげたって言わないと見ないしね、みんな別にね。っていうかさ、シンプルにさ、ノーマン見たいよ。ね、ノーマンと撮ってほしいってか。いや、ちょっとそれは無理がありすぎるわ、ごめんなさい。だけど、ちょっとノーマンとはちょっと無理かも、ごめん。 TikTok の通知何日か後に来るって、そんな遅いん TikTok の通知って。みんなノーマン大好きすぎや。取りだめしてない。ミシェルちゃんとかあれ単発的に撮って載せただけだからね。あ、してるやつはしてるよ、もちろん。そういうなんか昨日みたいなんじゃなければ。ただそんなにポン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 乗せても、別に私めっちゃ撮ってるわけじゃないから。そう、普通に間空けてる。だってさ、そしたらさ、ババババって続いてさ、めっちゃ時間空いてババババって続くと、それ嫌だから、ポン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 って定期的にこう幅で上げた方がいいかなと思ってるから。そう、ノーマン普通の顔してるの見た記憶がない。だって、いや普通の顔してる時もあるんよ、普通に。まあ一応ね、私 TikTok 載せたらツイッターじゃなくて X とインスタのストーリーには載せてるの。そう、だからそう、ねえ、ツイッターもインスタもフォロワーが伸び悩んでおります。でもね、まあ正直インスタに関しては何にも投稿してないから、まあそらそうなんだろうけどっていう話なんだけどね。何も投稿してないもん。 ストーリーしか上げてないからさ。だしさ、ツイッターもさ、もうやっとることが舞台だけさ、ビジュアルが毎度毎度毎度一緒なんよね。だからさ、まあ、つまんないと言われればごめんなさいだけど、その通りなんですけど、まあ申し訳ないぐらいなんですけど、まあ、舞台しかやってないからね。同じビジュアルなのよ、ごめんなさいっていう感じ。もうあの花屋の女の写真か、なんだ、ミシェルしか写真がね、なかなかね、ないからね。同じビジュアルみたいになっちゃうんだよね、出しても、
そういえばハートエレキのさ生写真がさ今月の生写真かなんか出てたんでしょ。ね、そうそうそう、ぜひチェックしてください。はい、というわけでじゃあ終了します。もう50分なんで私も家出ないとやばい。じゃあねみんな、ランキング読んで私はもうバイバイ、うん、13位早くでカレードうどんさん、13位ロバさん、12位ナッティさん、11位シガさん、昼の撮影タイムの時見つけてね、ああ頑張る、見えるとこにいれば。10位さきもりさん、9位食べ過ぎ飲み過ぎさん、8位近いしーさん、7位リッチーさん、6位岡山さん、5位さんまつさん、4位ひかりはやくエクスさん、ザク197さんは今日はアーニー公演までの昼くおお。2位ミスター社交辞令さん、そして今日の1位はひでゆきさんのミシェルちゃんに会いに行くよ。お夜、お昼夜ここにもう壇上に来てくださる方がありがとうございます。はい、昼と夜公演、ぜひね、シアター千住にてお待ちしておりますので、皆さん、ぜひ遊びに来てください。というわけで、今日も見ていただき、本当にありがとうございました。果たして今日は、ノーマンの話はどんな話なんだろう、みんなのアドリブはどんな感じなんだろう、すごく楽しみに私自身もさせてもらってます。というわけで、今日も見ていただきありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。